おいてめえ、これどういうことだ。この二人には他の場所のマナ封印装置を破壊してもらった。俺の見てねえとこでやることやってたのかよ。貴様、魔法騎士団、なぜここにいる。魔法騎士団は敵。今ここで引導を渡してやる。肉、魔法騎士団、殺す。やる気満々かよ。敵の敵は味方というやつだ。目的がたまたま一致した。それでも王国民かよ。死人は王国民だ。さあ、泣きまみき熱を引き戻す。殺してやる。聞かねえよ。消えろ。逃がさねえよ、聞かねえよ。貴様らに最初から勝ち目などない。僕の逃げ場合はない。サラマンダー、サラマンダーの小石、聞かねえよ。消えろ。邪魔を休んでいいぜ。消えない。ほう、なかなかのものだ。でもまだこれから。これは何の騒ぎかな、フレーゼ卿。私の連れとお主の友人のソリが合わんらしい。そうか、私の友が失礼した。それにしても黒の暴牛団長、君がフレーゼ卿の連れとは何とも面白いことになっているね。てめえの髪型ほど面白くねえよ。フレーゼ卿、間もなく日暮れだ。我々は動く。うん、私もここの封印装置を破壊したらお主らを追う。どうしよう、頼んだよ。行こうか、ベッド、ファナ。さて、最後の仕込みだ。待て。ほう、カルナを殺す覚悟ができたのか。てめえを止めるならもう今しかねえ。私が何をしようとしているのか分かるのか。今夜連中が王都を攻撃する。てめえはその混乱の中王都に侵入し、皆既月食で姿を現す赤い月の魔力と暴走したゴーマ地帯の魔力を合わせて王都を破壊するつもりだ。見てきたように言うのだな。見てきたさ。時は来た。また俺はまた助けられねえのか。どうした、やらんのか。どうして
かな。どうして止めてくれないんですか。約束してくれたじゃないですか。なのにどうして。せっかくの機会を無駄にしたな。しまっ。まだ生きていたのか、黒の防御団長。この王国のありさまは何だ。フレーゼ卿の働きで我らの悲願は成就した。そのフレーゼ卿はどうした。用が済めば他の王国民と同じだよ。等しく我らに裁かれたさ。全てが終わった景色の中で、私と君はようやく分かった。意味わかんねえよ。かつて君たちに仲間を奪われてしまった。今我らに仲間を奪われた君。今になって君と私は同じ気持ちを共有しているだろう。だからどうだったんだ。今さらお友達になりましょうってね。いいや、最後の決着にふさわしい。だったら望み通りにしてやるよ。これはどうか。終わりの時だ。神罰の攻防。次元もう休んでいる。もう遅い。私を倒したところで君が守るべき王国はすでにない。時計の針は巻き戻らない。君も私と同じ苦しみを抱えていくといい。ああ、みんな、終わったよ。今、会いに行く。満足そうな顔して行きやがって。だが、あいにくだったな。てめえは知らなかったみてえだが、時計の針は巻き戻せるんだよ。させねえよ。さあ、舞台は整った。あとはガルダ。また貴様か。奴らの誘いには乗らなかったようだな。いいだろう、最後に別れくらい言わせてやる。ガルダ、お願い、私を殺して。
このままじゃ、お願い。愚かだな、カルマ。時は来た。なんだこれは。ゴルマ地帯のマナを集めているのか。ち、なんて魔力だ。さあ滅びるがいい。私を裏切った愚か者たちよ。させねえよ。術式が総裁された。私の首飾りがもう一つだと。ご無沙汰。こいつのマナは。あなたは。ああ細かい説明後回しだ。見ろ。マナが落ち着いていく。ここまでか。残念ながら失敗だな。だが忘れるな、我々はクローバー王国を許さない。貴様らを滅ぼす、その時まで。復讐は。まだ赤い月は消えていない。あなたれ、カルナは何て言ってた。俺に殺してくれって。できるか。できるわけないだろ。やらなきゃカルナの親父がみんなを殺す。カルナの体を作ってな。カルナはてめえの仲間だろ。そんなひでえことさせていいのか。させるわけにはいかねえな。言われなくてもみんなそのつもりだ。久しぶりだぜ、全力を出すのが。
限界か、小僧ども。久しぶりだぜ、全力を出そう。闇まといとクルマだ。逃がさねえよ。行け、小僧ども。お前なら使えるだろう。同じ俺なんだからな。同じ俺。そうか。風創生魔法、風神の村雨。水創生魔法、海流の水まり。闇まとい無明斬り。
よう。私、どうして？こいつでちょっとな。んで、悪いんだが、お前の首飾り渡してもらえるか？そうですね。こんなものない方がいい。いや、それは必要なんだよ。え？お前と一緒にこっちに来た俺が14年前に帰れなくなっちまう。え？嘘！あなた、闇なの？代わりにこっちを持っていけ。もう魔力が尽きて、ただの首飾りだな。元の時代に帰りてんじゃねえのか？いいのよ。帰っても何もないもの。そっか。じゃあ、私、行くね。ああ。なんだ？その、いろいろありがとう。行かねえのか？ねえ、ヤミ。私と一緒に来てくれない？やだ。どうしてよ？いや、年下はちょっと。あなた、好きな子とかいないの？あ？なんだよ、いきなり。その、私とかどう？いや、年上はちょっと。年上でも年下でもダメとか、どうすればいいのよ、バカヤミ。ありがとう。カルナが生きていることをガキの俺に伝えることはできない。それはカルナを助けるために必要なことだったからだ。あいつを死なせたと思って建てた墓にあの首飾りを埋めたことも、その後もっと強くなるために修行の旅に戻ったことも、バカばっかりだが新しい仲間を見つけたことも、14年前に味わった苦い思いが今日という日につながっている。だから闇団長！ん？